汚染のことに関係しているんだと思うんですが、環境省放射線物質汚染対策担当参事官の森下様の方からお答えをいただけると助かります。よろしくお願いします。はい、環境省で除染担当しております森下と申します。座って説明させていただきます。資料は一番下に入っているかと思いますが、原子力災害対策本部関係省庁説明資料というのをご覧ください。とおめくりをいただきまして、そうすると表紙が出てまいります。警戒区域、計画的避難区域等における除染モデル実証事業の結果について、こちら説明させていただきます。おめくりいただきますと、裏側2ページから始まります。こちらの資料でございますけれども、前回私ども高線量地域でやっておりますモデル事業についてご説明をさせていただいたときにですね、森口委員からこの高線量地域でもかつてモデル的に実証事業を実施したことがあるので、その時のデータを共有してほしいというご要望がございまして、今回資料を配布させていただくものでございます。でこちらの資料はですね、平成24年の7月9日ですが、私ども環境庁が設置しております環境検討会、環境回復検討会第4回の会合にを配布をさせていただいたものから、その高線量の地域のデータというのをですね、セレクトして今回掲載をさせていただいております。全体の資料をご覧になりたいということであれば、環境省のホームページからドキュメントをダウンロードできますので、そちらをご覧になっていただければというふうに思っております。で2ページ目に今全体の内容を簡単に説明させていただいておりますけれども、当時この事業はですね、内閣府さんが実施をしておられます。特別措置法ができるまでは除染内閣府で担当されておられまして、その際に取りまとめられたやられた事業ということでございます。警戒区域、計画的避難区域等の12市町村を対象に、除染の効果的な実施のために必要となる技術の実証試験等、これを実施したその結果ということでございます。初めて除染取り組みということで、さまざまな手法で、さまざまな場所で除染というのがですね、どういうやり方であればどういった線量低減効果があるのかということをまとめた報告ということになっております。おめくりいただきますと、3ページ目以降にですね、例えば3ページでは富岡、4ページでは浪江、5ページでは大熊といったところでですね、実施をされた実証事業の結果が記載をさせております。除染の対象としましては6つカテゴリーを分けておりまして、宅地、大型建物、農地、道路、公園、グラウンド、それから森林、こういう区分についてどういったすみません、除染の方法を取ればどういった効果があるのかということを数値でまとめているというものでございます。個別のご説明については割愛をさせていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。除染の件につきましては、今日この後ゆっくりと議論を重ねていきたいと思うんですけれども、今この案件だけに関して何か森内先生の方で何か前回のでお答えに何かなってますでしょうか。もう少し資料が欲しいとか何か答えますか。ありがとうございます。森口でございます。前回発言した趣旨は、私は環境省の環境回復検討会への参加を通じてこの資料を拝見しておりますけれども、改めてなんかあたかも初めてですね、ここでその除染の効果を、計測されること、新たにやられるようなご説明だったものですが、すでにこういうデータありますと、このことを他の先生方と共有をお願いしたいという趣旨でございますので、私から特にございません。ありがとうございました。それではですね、第1回第2回の議論あるいはご検討あるいはご意見を踏まえて、資料の1の1にありますような、これまでの議論を踏まえた期間に向けた安全安心対策の基本的方向性について、事務局の方で大体大まかにいくつかまとめて論点を抽出していただきました。でまずこの資料の1の1について、事務局の方からご説明をお願いします。はい、A3 の資料の左上のところからご説明させていただきます。線量水準に関連した考え方でございます。いくつか丸で箇条書きになってございますけれども、最初の前提といたしまして、2年半にも及ぶ長期避難が続き、健康問題、ストレスの増大、コミュニティの崩壊などの課題が顕在化しておると。で、住民の方々が帰還、避難の継続、いずれの選択肢を取るにしても、
それぞれが生活設計を取れるよう国自治体は丁寧な対応が必要であるという前提のもとに検討を続けていただいてございます。その上で帰還という選択肢を提示するため、必要なことといたしまして、一定の被曝線量を年間20ミリシーベルトをもちまして、国により避難を強いられた人々に対しまして、当該線量以下になった地域への帰還という選択肢を提示することは国の責務であろうと。で、そのため、住民の方々、個々の方々の放射線に起因する不安に可能な限り応えることが必要不可欠であろうということでございます。で、具体的には、個々の方々が受ける被曝線量、追加被曝線量、これ個人線量というふうに呼ばせていただいてますが、これは年1ミリシーベルトを目指して下げていくこと、それから住民の方々の個人線量を低減しつつ、住民の方々の健康を確保し、放射線に対する不安に可能な限り応える方策をきめ細かに示すことが必要と議論をいただいてございます。で、この場合のその個人線量を見る意味でございますけれども、個人線量につきましては、その個々の人々の生活や行動によってばらつきがございます。で、この度その個々の人々に着目して施策を講じることが重要ということでございますので、この個々人の被曝線量の把握を出発点として対策を考えるということは妥当であろうというご意見でございます。一方、その帰還を選択したからといって、その帰還を選択する人にその責任を押し付けるとかいうことではなくて、選択した人々にしっかりと行政が寄り添う施策を準備し、国、自治体、住民の方々が一体となってそれぞれの人々の放射線に起因する不安に対処していくことが必要であろうと、こういった議論でございました。以上でございます。これまでのところを前回もまとめて、大体の考え方を一応方針を決めていたんですけれども、放射線というのはなかなか表現の仕方が難しくて、一定の水準とか言って もちろん目に見えないものでもあるということがあって、どうしても議論を進めていく、あるいは帰還するしないを決めるときに線量水準といったような線量という考えを持ち込まざるを得ません。この値がいくつがいいかということに関しては、かなり時間をかけて論議をしなければいけないとは思ってはいます。ただその値を時間をかけて論議している間に、もうすでに2年半も避難をされている方、あるいは退避をしている方、移転をされている方、そういった方々のことを考えますと、今それよりもまず帰っていただくためにはとか、不安を解消するためにはどういうことが大切かといったプライオリティを考えて、この線量水準に関連した考え方で議論を進めていった方がいいというような考えをまとめています。ただその線量というのも、ここではいろんな形の線量という表現が取られていますけれども、例えば放射線が、空気中に含まれているとか、あるいは空間に線量率とかいったようなものではなく、それぞれの個々のそれぞれの人々のそれぞれがどのぐらい浴びているかという考えに基づいて、その人々とそれぞれの個人個人といったようなものに対してどういうような対策が必要かということを考えて、対策を講じた方がいいのではないかという考えも一つのプラットフォームとして示しました。で、その具体的なもの、あるいは政策、あるいは対策といったようなものについては、これからこの先、資料の 1-1 にあります2番と3番、そしてまとめていこうというふうに思っておりますけれども、とりあえず今の段階では、線量水準に関連した考え方、その線量水準も個人個人の線量水準という形で議論を進めさせていただこうというふうに考えております。その上で、2番から3番、ご検討いただきたい内容、ご意見をいただきたい内容といったようなものをまとめさせていただきましたので、2と3についてまた事務局の方から説明をお願いいたします。はい、まず、2でございます。これまで関係省庁が提案した対策とその課題ということでございまして、
括弧1から右側の上半分の括弧4までの項目がございます。括弧1といたしまして、個人個人の生活実態に即したきめ細かな個人線量の把握管理ということでございまして、これまでその個人線量計を用いた被曝線量の測定でございますとか、2つ目の丸にございますようなデータ管理システムの構築についてご提案ご説明をいただいておるところでございますけれども、それに対しましてその下の青字で書かれているところでございます。各第1回第2回と書かれているところが先生方からのご意見コメント等でございますけれども、個人線量計の付け方ですとか線量の把握の趣旨測定結果等について丁寧に説明する仕組みが必要でございますとか、線量の測定結果と環境モニタリング被曝低減措置のとのその関連付けが必要である、といったようなご意見をいただいております。また今後ご検討いただきたい事項といたしまして、被曝線量の低減のために個人線量計の計測データあるいはその健康データ等との一元管理活用が必要ではないだろうか、それから個人線量計の負担を望まない方々への対応が別途必要ではないだろうかという点についても触れさせていただいてございます。括弧2が、放射線による健康リスクを個人線量の測定結果を踏まえつつその行う防護対策についてでございます。一つ目が、個人の被曝線量を低減する対策ということで、環境モニタリングにつきまして、いろんな箇所のモニタリング、それからいろんなその航空機あるいは走行サーベイ等を使ったモニタリングといった方法につきましてもご説明をいただいております。でこれにつきまして、先生方からは、住民の行動パターンに応じた環境モニタリングの実施が必要ではないか、あるいは、バラバラに記録されている環境モニタリングの測定結果を分かりやすくその統合していくことが必要ではないかといったご意見をいただいております。その次、個々の被曝線量を低減するためのさまざまな対策というところでも、それぞれの市町村の状況に応じました復興の動きと連携した除染についてご説明いただいておりますけれども、意見といたしまして、個々の住民の状況に応じた被曝低減対策がさらに必要である、それから除染以外の外部被曝低減措置といたしまして、例えばその遮蔽の能力の強化といったような対策もですね、施策として位置づけていくことが必要ではなかろうか、あるいは自家消費栽培作物等の安全性を検査するための仕組みが必要ではないかといったこともご議論いただければと考えてございます。続きまして、右半分の一番上でございますが、放射線に対する健康不安の解消をはじめとしました適切な保健活動、健康管理でございます。これにつきましても具体的な施策につきまして各省庁からご説明をいただいたところではございますが、ご意見といたしまして、各市町村あるいは地区に根を張った保健衛生活動の充実が必要である、あるいは避難生活が長引いたことによる対策など総合的な健康管理のための対策が必要、でそれに加えまして関係省庁が連携した基幹区域の実情に応じた保健衛生活動の機能充実を図る仕組みが必要であるといったご意見をいただいてございます。括弧3がリスクコミュニケーションに関する取り組みでございます。これにつきましても各種ご提案をいただいてございますけれども、ご意見といたしまして、地元に密着した保健師や地元のかかりつけ医師等の活動の充実支援、保健師等のリスクコミュニケーション人材の育成が必要である、あるいは放射線による健康不安に応えるために、科学的事実だけをご説明するのではなくて、最先端の知見を踏まえまして丁寧にご説明することが必要であるとでご意見をいただいてございます。で括弧4、これは委員の先生からのご提案ご意見でございましたけれども、施策としまして、コミュニティによる取り組みを推進して希望ある地域を創造する取り組みが必要ではないかというご意見をいただいてございます。で、さらにこれらの取り組みを踏まえた上で、次の散歩図でございますけれども、機関を選択する人に寄り添ってサポートする国の仕組みが必要でなかろうかということで、黒字のところでございますけれども、すでに避難指示解除後の機関に向けまして、ふるさとの機関に向けた準備のための宿泊制度でございますとか、田村市におかれましては、宿泊者の方々に対しまして、国市が連携しまして線量計を
貸ししたり、占領データの説明を行ったりといったような相談窓口を整備されているところでございます。でこういった施策に関しましては、帰還を選択する人々に責任を押し付けないようにするために、このような方々にしっかりと行政が寄り添いサポートする仕組みが不可欠である、あるいは、関係省庁において個々の施策は準備されておるんでございますが、住民のニーズに応じてきめ細かく個人の被爆線量の低減や放射線に対する健康不安等の効果的な対処に役立つよう有機的に結びつけていく必要があるのではないか、あるいはトップダウン型ではなくボトムアップ型で国がサポートする仕組みを構築すべきではないかということにご議論いただいてはいかがかと考えてございます。2ポツと3ポツのご説明は以上でございます。ありがとうございました。それでは2の点から大きな2ですね、これまで関係省庁が提案した対策の内容とその課題について、特に青字黒で書いてあるところはみんな関連省庁はこういうふうにしよう、こういうふうにしようというふうにほぼ決めて、それなりにして、政策あるいはいろんな行動を起こしているんですけれども、どうしてもこの部分が足りないんじゃないか、こういうふうにしたらいいんじゃないかっていったようなことが青字で1回あるいは2回目に先生方からいただいたご意見だったわけです。でこういったご意見をもう少し広げていこうというふうに、特に放射線についてですけれども考えていただきたいんですが、例えば2の括弧1、個人個人の生活実態に即したきめ細かな個人線量の把握管理というところで、皆さん個人線量計をつけるということにはそれほど異論はないのかもしれないんですが、果たして個人線量計というのはただ配ってみんなにつけてくださいと言って済むものでは多分ないと思うんですね。逆にそのデータについて説明する必要があるし、丁寧に説明する必要があります。そういったことも踏まえてここにあるような4つのポツというかご意見が出たと思うんですけれども、例えば非常に具体的に個人線量計というのはつけててだん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 気にならなければうざいものだというふうに思っていく、それはとってもいいことだと思うんですね。強いてつけるようなことはしないかもしれない、だけどつけることによってでそのデータを見ることによって自分が少しでも不安を感じなかったり、あるいはこれぐらいのものなんだっていうものを見てれば、それはそれなりの効果があると思うんですが、例えばお子さんにつけるといったような時、あるいは学童時につけるっていった時にどういうような形でこれはつけてなさいねとか、あるいはこういうふうにつけましょうねとか、つけ方が悪かったり測り方が悪かったりするとほとんどその情報ってあまり意味がないようなことになります。でそういうような形でつけ方を説明したり、あるいはこういうふうにしなさいねとかいったように配布をするとかっていったようなものは、どこがどういう形で配布をしてどういうふうに指導をしたらよろしいでしょうか。どなたかご意見ありませんか。特にありません。例えば、この放射線に関係していることなんですけれども、特にお母様とか小さなお子さんを持っていらっしゃる方はとても心配していらっしゃる。でそのお子さんがどのぐらいの被爆をしているかっていうことになると、そのお子さんが持つよりもむしろお母さんとかそのご家庭とか、あるいはそのお子さんと一緒に行動していらっしゃる方の方がもしかすると線量っていうのは測ることができるかもしれないんですが、そういう小さなお子さんとか特に被爆のこと感受性が強いというふうに言われている方に対して、こういう線量を測るということ、あるいはホールボディのカウンターもそうなんですけれども、なかなか小さなお子さんではホールボディカウンターって適用がなくって、最近になって小さなお子さん、身長が低い方には適用ができるようになってはきたんですけれども、お子さんについて、特に小さなお子さんですね、まあ、6歳以下とかそのぐらいのお子さんについて、そのお子さんあるいはそのお子さんをお持ちのお母さんにはどういうふうにこの個人線量計のことの説明をしたらよろしいでしょうか。春日先生、何かいいアイデアはありませんか。はい、小さなお子さんに使
けるって言いましても、本当に小さなお子さんが親御さんの知らないところで独自の行動をするっていうのは大変限られると思うんですね。大体の場合は保護者の方の、目に見えるところ、それから保育園幼稚園等で、大人が監督できる範囲で行動すると思いますので、その範囲でですね、一人一人のお子さんにいちいちつけておく必要があるのかどうか、またそれがその子どもさんにとってストレスにならないかどうかという別な心配も感じます。ですのでお子さんが自分でつけるとすれば、独自のその行動ができるようになった、学童移行が一番多いのかなというふうには思うんですけれども、そのくらいになりますと、学校の先生等を通して、バッジをつける意味を、説明して分かってもらうという、そういう、教育との関連を付けた説明ということも必要かなというふうに思います。つまんないこと言うみたいですけど、最近うちの娘も一時つけてたんですね。でやっぱり面倒くさいのでそのうち持っていかなくなりましたけど、でそのうち回収されちゃいました多分。で染料系って非常にやっぱりこうなんていうんですかね、見た目もそうだし、やってることがやっぱりなんかこう測られてるっていうか、こう自分がこうなんかこう試されてるというかですね、そういう意識をどうしてもつける側もそうだし、つけてもらう側というかお母さんなんかもそうなんだと思います。ですからなんとなくそれをつけること自体を嫌がるという傾向に僕はあるんだろうと思います。でしたがって私は娘とかの行動を見てると、そうは言いながら携帯電話は手元から離さないんですね。でなんでかっていうと、そこはコミュニケーションの入り口であり、自分が何か自分にとってのやっぱり魅力のあるものがそこにはあるからですね。だから染料系が単体として魅力のあるものにでなくて、本当に単なる測定器であるという今の現状から言うと、測定器の領域を少し超えたものをですね考えるというのは一つの 手なんではないかなというふうに思います。ですから測定をされている、測っているという意識を持たないで、自分たちの行動の範囲における線量が分かるし、それが例えばビジュアルに自分たちで分かるというようなものが内蔵されていたりというようなことがもしあれば、もう少し興味を持ったり、あるいは意識を持ったり、あるいはそこにさまざまなリスコミュニケーションの手段が内蔵されていたりというようなことがもしあるのであれば、また違った展開があるのかなと、私は少なくとも子どもの行動を見ていてそのように感じましたが、それはどんなものなんですかね。中村委員からのお尋ねに対して直接の答えにはならないのかもしれませんが、この今日用意していただいた資料の2ポツの旅客校の1のですね、青字の部分から言えば、やはり2番目が非常に重要なんだと思います。その個人線量を測定した結果がどのように生かされるのかということがやはり先にあるべきで、それに応じて必要十分な多分測定をしていただければいい。その全ての人にとにかくつけてもらわなきゃいけないということは必ずしもないんだと思うんですね。つけることが決して自己目的化してはいけなくて、何らかの目的があって、そのためにやっぱり個人線量を測ることが必要ですよ。測らなくて済めばやっぱりその方がいいわけですよね。さっきもおっしゃったわけですから。ですからその個人線量を測ることによって、そのこういう被曝の低減措置につながりますよということをやはりあらかじめ説明ができないと、ただつけてくださいよっていうと、何かデータを取るためにつけさせられてるっていう、そういう形になってるかしまうかと思いますので、そういうふうにならないようにしないといけない。そこのところだけまず最初に申し上げておきたいと思います。明石先生。ご意見の明石でございます。先ほど中村先生がホールボディカウンターのことを述べられたと思うんですが、非常に誤解の多いというのがホールボディカウンターの使い方で、先ほど子どもさんのっていう話が出ましたが、子どもさんが測ることは不可能ではありませんが、ご存知のようにセシウム等は子どもの体の中に入ってから出ていくまでの時間って非常に早いですよね。5歳だと30日ぐらいで
体の中に入ったセシウムが半分になってしまう。ところが大人の場合には、まあ、60日とか80日とかいう日程日数になる、まあ、そういうことを考えると、まあ、ホールボディを子どもに今測るということがその何を反映しているのかということを考えると、まあ、おそらく子どもよりはもしかしたら親の方を測った方が日常の生活からどれぐらい放射性物質が入っているのかというのを、まあ、理論的にはモニタリングできるんですが、ただ現実には今の環境から放射性物質が体の中に入っている増えているのか減っているのかをおそらく今のホールボディカウントの検出限界では見ることも多分できないと思うんですね。そうすると、まあ、安心にはなるけども、まあ、安全、まあ、言っているように以下であれば安全では間違いないんですけども、まあ、その科学的な意味っていうのは非常に薄れてしまうので、やはりその必要性をよく考えて、これは必要だという時にホールボディを使う。そこで体の中に何ベクレル残っているのかというのを見るのか、それともどれぐらいのシーベルトになっているのかを見るのかということは、やはりきちんと場合によって使い分けないといけないのかなと思います。と言いますのは、ご存知のように体内被曝っていうのはシナリオがないと数値がシーベルト換算ができないので、今の日常の体の中にある量を2年半前に体の中に入ったというふうに考えて線量っていうのも意味がなくて、おそらく日常だったものだろうということですから、やはり個人線量計も含めて何を見るのか、何が言えるのか、そこまでは言えないこともどこまでも何でも言えるんじゃなくて言えないこともあるということをやはりきちんと理解した上で使うような、それは我々の考えることであるし、使う側というか受ける住民の方々もその限界をやはり理解してもらうような我々は努力しないといけないのかなと思います。はい、どうぞ。ちょっと具体的な議論が深まっているときに水を差すようで恐縮なんですが、ちょっと今日のその議論の進め方といいますか、こう時間の配分のようなところを伺いたいと思っております。と申しますと、前2回はですね、やはり各省庁からその膨大な資料が出てきて、やはりそれの時間に相当時間がかかって、まあ、我々その前回も申し上げたんですけど、資料が出てくればいろいろ細かいところがこう気になってこう議論してしまうわけです。で今日も今日はまあそれは最低限にしていただいて、この資料の1の1というですね、 A さんの紙にすっきりまとめていただいたんですが、やはりこのように一つ一つ議論していきますと、やっぱりそれぞれのところが気になってしまってですね、全体感、そのどの辺にどのぐらいの重きを置いて議論するのかっていうことを見失ってはいけないのかなと、ちょっとそこが気になりました。で1点だけ先に申し上げておきますと、この今日の A さんの資料でいうと 1,2,3 のところはご説明いただいたんですが、右下の方にその小さくそのスコープ外であるがとこう書かれている部分があるわけですね。で前回私があえてその図を1枚持ってきたですけども、まあ、これでご説明をしたのは、決してどっかでスパッと切れるわけではなくて、こう連続でこうつながってますよねと。でそんな簡単にどっかで線引きをして、このスコープの中です外ですっていうことになかなかならないんじゃないかなという思いがございました。でまあ、今すぐにこの右下の部分の議論してくださいということではないんですけども、やっぱりそういう部分の具体的にはですね、どこまでここの検討チームで議論できるのかっていうところのやはり仕分けといいますか、そこのところが明確になっておりませんと、なかなかこの細かい議論に集中しづらいなっていうのは私自身の思いでございまして、もし今日その右下の部分、それから今日の番号で言えば、散歩のところもかなり関わってくるかと思うんですけど、そのあたりに十分時間を割いていただけるのかどうか、そのあたりだけちょっと先に伺った上で今の鬼のところの議論に戻らせていただければありがたいなと思います。おっしゃる通り、この、スコープ外というか、特に線を引いて、ここから中、ここから外という形ではございません。今一応考えておりますのは、どんなことがあっても、とにかく一定の見解を出さないと、いろんな形のこの避難をしてらっしゃる方、あるいはそのまま続けてらっしゃる方々が、なんとなく蛇の生殺しみたいなような状態になっています。ですから、ある一定の日数的な区切りをつけながらやっていくことを考えると、今具体的には1番と2番と3番
ただこのスコープ外というここのところに関しては1回ずつというよりはそれぞれの 1,2,3 を必ず議論していくときにこのスコープ一応まあスコープ外というふうに書いてありますけれどもここのところは念頭に置いていただきたいというふうには考えております。で、まあ、1はともかくとして2と3につきましてはこれは内容がかなり重複するということもありますので2の一つ一つというよりは2と3を全体的に見ていただいてまた2に戻ったり3に行ったり2に戻ったり3に行ったりということを少しずつやりながらできましたらあと2回かぐらいでもう1回先生方のご意見をまとめましてそして、それぞれの関係省庁に宿題のような今度は私どもが出す宿題です。こういう形でもう1回政策あるいはやり方あるいは説明の方法といったようなものを考え直していただけないかあるいはこのまま進めていただけないかといったようなことをだいたい中間的に中間取りまとめではないんですけれども提示させていただきさらにその宿題に対して各関係省庁が答えてきたものに対してまたご意見をいただきたいというのがタイムスケジュール的なものです。ですから今回は少なくともこのスコープ外であるが密接に関係するという事項ではなくって言い方を変えると本検討チームに非常に密接に関連する事項であってそこをスコープとして視野の中に入れた上で2と3をご議論いただきたいという形のものなかなかこれ非常に多岐にわたっているのと内容が相当重複しています。ただ原子力規制委員会という形からしますとそれぞれの避難災害を受けて避難をされている方退避されている方方のすべてのものについて専門的な知見からお答えすることができないような内容がございますのでできるだけ原子力規制委員会の中で範疇の中にある特に放射線についてとか福島の原発の事故に関わる形のものでできるだけの意見を聴取させていただきたいというふうに考えています。それでよろしいですか。はい、ありがとうございます。それではちょっと1点だけですね具体的な例を申し上げますとその線量の話が今日没の中で始まっているわけですが、まあ、この個人線量を測るということに端的に表れているように、まあ、基本的にはその人の健康への影響ということを、まあ、エンドポイントといいますかその影響の及ぶ先として想定をされているかと思います。で一方でですね右下の中の2番目にその帰還後の住民の生活設計という項目がありましてその子どもの教育生育環境や、まあ、なりわいを確保できるような生活環境と書かれていますけれどもその放射線 の, その健康影響ではなくてやはり放射性物質がそこにあるということによってその生活なりや生産が妨げられる部分というのがあると思うんですよね。これはやはりその原子力規制委員会の専門分野だと思いますのでこれはそのまあこれを拝見した限りではかなりその人の健康というところそれは非常に重要な問題なんですけども、その空間線量がそれなりにあってそこに放射性物質があるということによってその気管の妨げになっている気管の障害になっている事象というのは健康影響だけではないと思いますのでそこのところが少しそのやや何て言いますか軽視されているような気がしております。この点は第1回にも発言をさせていただいたところなんですけれどもそこのところちょっと改めてこれがスコープ外その原子力規制委員会の専門分野外だというところについてちょっとそのやや違和感を感じたところがございますそこのところはできれば積極的により明示的に取り上げていただければありがたいなと思います。ちょうど、実はその質問を森口先生にぶつけようというふうに思っていたところなんですけれども今個人線量計をつけるっていう形で学校、まあ、皆さんのご意見ではみんなむやみあたりにつけるのではなくて、さっき春日先生おっしゃった子どもといっても学童ぐらいのところっていう形でおっしゃってたんですが果たしてそうするとですねまあ、今この状態で環境のモニタリングのマップとかいろいろ前回前々回もいろいろご意見をいただいたんですけれどもどういうところの放射線が少し高いとかいうようなことが示されるようになってきて将来的に例えばこういうところだったら学校を
作った方がいいとかですね、あるいはそういうような場所に置く学校はこういうような施設にした方がいいとかですね、そういうなんかその子どもの教育ということで好んでその学校に行こうという、例えば今の状態ですと何か他のところがその放射線が高いので何でも室内でしなさいとか室内の体育場とかっていったようなところで運動しなさいとかっていうようなこと、あるいは相当なんか遮蔽されたような暑苦しいような会場とか、そういうところっていうとそういう学校って私が言うのもなんですけどあんまり魅力がないような感じがするんですね。そうすると学校を建てたりとか子どもが生育する若い人がやっぱりこちらに戻ってきたりとかここで生活をしようっていう気にならない限りはですね、なかなかそういうことにならないんですが、例えば学校とかあるいは公民館とかそういう建物を作ったりするときにこういうふうな手当てをしたらいいのかっていうことをぜひ先生からお伺いしたかったんですが、私ばかり発言して恐縮です、森口ですけれども、今のお尋ねに対してちょっと直接のお答えには再びならないんですけども、今の問いかけですとなんか新たにその作るイメージが強いかなと。ですからこれまでとは何か違うことをするためにこういうことをしなければいけないですよっていう感じの議論のように聞こえるんですね。そうではなくてやはり今避難しておられる方々の関心はどこまで元通りの生活ができるのか何ができないのかっていったところもやはり非常に気にしておられるのではないかとこれ想像するわけですね。想像と申し上げたのは前回も申し上げたんですけども、やはり我々ここの会議室でですねこういう資料をもとに議論しているわけですけども、実際にそのこの当事者の方々がどこをその寄り添ってほしいのか、どこをそのサポートしてほしいのかということをですね、やっぱり我々直接聞く機会が非常にまだ限られているわけですね。ですからやっぱりそういうところをもとに議論しませんとかなりその空虚な議論になりかねないかなとちょっと懸念しておりまして、このことはもう少し後で申し上げようと思ったんですけれども、やはりその仮想的なその頭の中でですね思い描いたことでこういうのが望ましいんではないかということをもっともらしくちょっと申し上げることはやっぱり控えた方がいいのではないかなと思っております。はい、春日です。私も、法務が食品安全に対する安全情報部ということで、食中毒を避けるために、常にこうどういう方策が必要かということは何度もお話しています。ですけれども、放射線防護のために具体的にどういうことが必要なのかということについては、残念ながら経験がございません。ですので自分の専門を踏まえて、それをもとに、その検討チームの一番のミッションである具体的なその防護について、アドバイスをしようと思っても本当に自分がその、現場の問題を分かって、またその当事者の方々の不安を分かって発言できているのか、いつでも不安に思っています。ですので森光先生おっしゃることと同じなんですけれども、私の持っている専門性をこのテーマに関してより具体的にお役に立てるためにもですね、ぜひ避難している方々、その中でも、もしかするとその帰ってもいいんじゃないかっていうふうに思っている方と、それからやはり帰りたくないんだ、避難を継続したいんだと思っている方、両方の立場の方にぜひお話を伺いたいと思います。それから防護のためにも食中毒防止の3原則っていうのがあってですね、それと同じように放射線防護の3原則っていうものもあると思うんですが、それに基づいてお話をしたいと思っても、実際にその避難、指示解除準備区域に行ったことがありません。本当にお恥ずかしい、こんなところに座っているのも恥ずかしいくらい現場を知りません。ですので今2年半ですね、避難が継続しちゃっている場所が実際どうなっているのか、それぞれのお家がどうなっているのか、それを見た上で、よりこう踏み込んだアドバイスができたらいいなというふうに思うわけです。
そのためにもぜひ現場を見る機会を与えていただければというふうに思います。もちろん今の段階で まあある程度の想像の上に立ってお話しできることも限定的にはありますけれども、それだけでは十分にお役に立てるという自信がございません。これは前々回からもお話が出ていることで、皆さんのご意見とか皆さんが一緒にっていう時間的なものもかなり難しいので、ヒアリングのような形で検討させていただきたく、また現地へ行くということに関してもまた検討させていただきたいというふうに、実際にはですね、よく見るということに関してはヒアリング等も重ねと同時に現地に行くというようなことも考えております。で具体的にそれぞれの専門の方から伺いということもあったんですけれども、そのヒアリングの一つとして、2の括弧2のところにですね、とにかく健康リスクを低減する防護対策っていう、防護という言葉は私はあまり好きではないんですけれども、リスクというか不安とか低減する対策という形で、放射線とどういうふうにして向き合ったらいいか、あるいはどのような生活をしたらいいかということで、住民に寄り添ったきめ細かな環境モニタリングの実施と、それから B のところに個人の被爆線量を低減するためのさまざまな対策というところで、いくつかの提言がございました、あるいはご意見がございました。その中で一つ、例えばこういうようにすれば少しは線量を低くするんではない、低くすることができるのではないかということを研究してらっしゃる方がいらっしゃって、その方々のご意見を聞いた方がいいというようなことがありましたので、資料 1-2 の2のところにあります東北大学の吉田先生に、放射線に対してどんなような提言の措置をしたらいいかということを事務局が主にヒアリングをしてきました。それをまとめたものがございますので、その吉田先生がご提示いただきました資料と一緒にちょっと内容をかいつまんで事務局の方から説明していただけますか。はい、資料の 1-2 のでございます。吉田博子先生のヒアリング結果の様子でございまして、10月の8日の夕方にですね、この建物の内部で、行わせていただきました。でヒアリング自体はですね、安全安心対策のうち除染以外の被爆低減措置、これを家屋内での被爆低減措置について研究される立場から、放射線に対する習慣、生活習慣の中での類点とを中心に、知見をお伺いするという趣旨でございました。でちょっと字が小さくて恐縮でございますが、1ページ目の中頃から内容が始まります。最初の話題がその家の遮蔽、リフォームや生活習慣における注意、などによる被爆低減の取り組みというところでございますけれども、被爆低減のためのですね、対策としまして、その環境修復、ここではその一般今行われているような除染を意味しているわけでございますけれども、環境修復とは異なる視点からの考え方をする必要があるんではないかということで、今あるものは4行目あたりに書いてありますけれども、除染それから食品の規制というのは効果も大きいんですけれども、例えばその合意形成が必要であったり廃棄物が出てくるなどの課題もあるということをご認識でございます。でその下のパラグラフ一方以下でございますけれども、除染以外に家の遮蔽、これではリフォームという言葉を使っておりますけれども、あるいはその生活習慣による注意、留意によって外部被曝、内部被曝を低減できるというご意見でございます。でその下に例えばというお話が書いてあるんですが、一軒の家の中でも占領率の低い部屋、低い場所にベッドあるいは布団を敷くといったようなことで外部被曝の低減を図る方法がある、あるいはそのまた以下でございますが、掃除あるいは洗濯などの冷凍が効果は小さいものの外部内部被曝の両方の低減に役立つというご意見でございます。1ページをめくりいただきまして、次の内容でございますが、これは家屋内における放射線の防護の最適化という話題でございます。
人は家の中で過ごす時間が一番長いので、個人被曝洗浄の低減を図る上で一番のキーになるというご意見、最初のポツでございます。で、次のポツが、同じ地域内にある家でですね、被曝洗浄の減少の仕方に、その時間的な減少の仕方に大きな差が出ているところがあるそうでございまして、後ほど図が出てまいりますけれども、この家をよく調べたところ、放射性セシウムの固着が関与しているということでございまして、調べたところ、瓦、セメン瓦に汚染が検出されて、でそのセメン瓦自体に放射性セシウムが吸着されているということでございます。でさらにそのセメン瓦の下にですね、屋根との間に、さらにその葉っぱですとか土が溜まってて、ここにも放射性セシウムが沈着していると。でこの2ページ目の真ん中あたりから、ではどうするかというくだりがあるんですけども、瓦を取り替えるというのはコストなどの面からなかなか難しいので、一つのその方法として遮蔽を活用するのはどうかというご意見でございます。で2ページ目の下から3分の1から、今度は、家屋内に入射する放射線の遮蔽ということで、先生後ほどちょっと細かい図が出てまいりますけども、遮蔽剤をいくつか実験をされたということで、鉛でございますとかタングステンといったような遮蔽剤で 30% 程度の低減効果が得られる。ただしその一つ目の一番最後に書いてあるんですが、遮蔽剤としてはトタン板は安いものですが、これでも遮蔽に利用できるというご意見でございました。2ページ目の一番下のポツは窓の問題でございます。で窓のそばのバルコニーなどに一定の高さのコンクリートのついたてを設けることで、放射線の入射を低減できるということでございます。続きまして3ページ目の上から3行目から、生活習慣による放射線の防護策ということを話題でございますが、一軒 その家屋内でも部屋によって空間線量率に大きな差があるということでございまして、1ペースの真ん中あたりに、2階がある場合はその部屋が遮蔽になるわけで、1階の空間線量率が下がるというようなことがあるということでございまして、その下の括弧で書いてありますが、例えば寝室を山側から表側に変えるとか、2階にあった寝室を1階に変えるといったようなことで、個別の家屋内での被曝線量を一定程度低減させることができるということでございます。その下のポツには今度はいわゆるそのダストの話かと思いますが、放射性プルームの通過時に、部屋を閉め切っていても日本の家屋は通気性が良いために、微量であるがその放射性物質が部屋に入ってくると、でこういったものも二次元型の放射線検出器のイメージングプレートというものを用いると、それがどこにあるかが分かるようになるということでございます。で、そのポツの下の方を下から3ページ目の下から3分の1ほどのところにございますけれども、洗濯等によるその除染効果ということにも言及されてございまして、洗濯機による洗濯を1回行ったことで、付着した放射性物質がかなり落ちるという効果も後ほど図がご紹介させていただきますが確認をされたということでございます。3ページ目の一番下から放射線に住民が向き合う方法ということで、イメージングプレートなどのイメージャーを使って掃除をすることで放射性物質の付着が減るということをですね、住民の方々も実感できる、これがその放射線に向き合っていく上で効果があるんではないかということでございます。4ページ目、リスクコミュニケーションに関する話題でございますけども、放射線最初のポツでございます。放射線防護の話を今のようなその生活習慣の場に落とし込んで保育士の方々に伝えてもらうと住民は、理解 しやすいと、次のポツでございますが、その生活習慣レベルの防護策の話を知りたかったという声が大変多かったということでございます。4番目のポツでございますが、そういったその放射線による不安の解消のためには、住民の声と専門家の間をつなぐモデレーターが必要であって、このモデレーターは完全なその放射線の専門家である必要はないが、住民が知りたいときに専門家とつなぐ役目を果たせるような、顔の見える
固定した人材であることが条件であるということをおっしゃっておられます。それからその、最後に避難の長期化による課題ということで、避難指示期間が長引くほどですね、帰宅期間が困難になるということで新たな生活が始まるので ますます帰りづらくなるといったようなことや、その家が湿気やあの猿の害で、傷んでいくといったようなことをご指摘をされておられます。5ページ目以降がですね、今申し上げたようなことをあの先生からいただいた資料でございます。最初 の、 あの5ページ目の下半分が、既存の除染、それから職員規制に対する遮蔽生活習慣に関する、位置づけの図面でございます。めくっていただきまして、8ページ目の上と下がですね、先ほどあの河原にセシウムが固着している効果があると思われるというそのナンバー2とナンバー5の奥屋というのがですね、実際の測定データなんですけども、そういう奥屋の構造体への固体汚染の固着汚染の影響があるという測定結果でございます。9ページ目の下半分が、これは放射線遮蔽シート、あるいは遮蔽の建具による空間線量の低減ということを分かりやすく絵で表したものでございまして、またおめくりいただきまして10ページ目には、いくつか その材質を用いた遮蔽材による線量率の低減効果に関する実験結果でございます。最後にあの12ページ目にですね、これは生活習慣掃除や洗濯等による被曝の低減ということであの絵があるんですが、上の半分、これがあの右の写真が、これは花瓶式なんだそうでございますけれども、これをこの下にですね、ほこりとともに、汚染があったということを、そのイメージングプレートを用いるオートラジオグラフィーで見たものが、左のその青のバッグに赤い点々があるものでございます。こういったものでその掃除をすることによって、汚染が取り除かれるといったようなことも含めて住民の方々には理解しやすいと。でその下がこれ軍手、汚染した軍手ですね、これを1回洗濯すると右から左のようになるという、これもその除染の効果が実感できる例ということでいただいた資料でございます。資料 1-2 の説明は以上でございます。ありがとうございました。あの吉田先生はですね、東北に住んでらっしゃるということもあって、また放射線の専門家ということもあって、あのこういうふうに生活環境という中でこういう絵を 見ていただきながら、あるいはこういうふうに対策を立てたらいいんではないかというようなことで、長い間ずっとこういう説明とか相談相手というような形になっている方々です。あのこの内容につきましてももちろんそうですけれども、何かこの対策とかいったようなことについてもご意見がありましたらどうぞ。遅れて申し訳ございませんでした。あの途中で入って、あの自分把握しているわけではございませんが、森口先生のお話、春日先生のお話をお聞きしました。それであの一番の多分ポイント、第1回からこれずっとその引きずっている問題があって、今お話をお聞きしたのは各論なんですね。これ多分現場に落としていって、個々のご家庭でこうするとかああするとかいう問題になってきて、それすごく効果があると思うんですね。でところがそれの前に、その一番最初に何が問題かいう場合に、このいただいたこのやつ見る限りは、スタートポイントが線量だから、次にまあ線量が下がったということで、まあ帰還という選択肢で、これはあの避難を解除しないと帰還ができないということで、絶対必要であることは必要であるんですが、問題はあのそれでいいのかということをルルとこの第1回から皆さんが議論しておられると思うんですよ。それであの何が問題かあったら、放射線はもちろん問題なんですが、放射線が起因になって帰還、あの避難という措置がなされて2年半経ったということで、何が壊れたかといったら、その放射線の健康影響というのは避難してるからまあいいとして、実際そこで生活が避難というその
状況そのもので生活が壊れているわけですよね。でそれが帰還したから帰ったから治るかあったらそういう問題ではないわけですよね。その間にたくさんいろんなものが壊れてしまってるし、でコミュニティは当然壊れてしまってるわけですし、でそういう問題でそのさあ線量が下がったからいいですよという問題では全くない。そうすると我々が議論を第一回からしてたのはそういうことを認識して、その変えるとか変えらない以前の問題で、変えらない人も変える人もどのように生活再建ができるんだってことを議論しないと、あの避難を余儀なくさせられた方々はこれあのどっちにしてもどうしようもなくなるわけですよね。だからあの森口先生も春日先生もその他の先生方も私の理解するところではそういう問題をやっておったと思います。それでこの事故は過去にない保守線の事故なんですね。そうすると我々が考えなきゃいかんのは過去にないような対応まで考えなきゃならんじゃないですかということになるわけですよ。それで私自身はあのボトムアップというようなシステムでないと多分機能しないということは申し上げたんですけど、あのボトムアップのシステムとは日本のあの官僚のシステムの中で過去において作られたことは多分あまりないんじゃないかと思うんです。そうそう、それ一つとっても全く新しいことをやらにはいかんわけですから、あのこの格論に入る前にこの格論たくさんいっぱい出てくると思うんですね。でもそうじゃなくてざっくりとその我々何が問題なのかって言ったら多分生活再建、生活設計ができるかできないかという問題をまず議論して、それをサポートするってことをしっかりと確認して、それでそれの中で期間期間でないという問題も踏まえてそれで議論しないと、その変えるところの保守線状況だけではもう全くこの魔弱に合わんという状況になってくると思います。それがあの私自身あのずっと感じていることで、そのところで森井先生のおっしゃったのは、あるいは春日先生が今おっしゃったことは、やっぱり現地見なきゃ分かんないじゃないのというのがやはりあると、それはあの非常にもっともなご意見であり、あの問題が何辺にあるかということを我々もっと直視しなければならない、単なる保守線状況だけではないというふうなことをこの検討チームで認識していただきたいと思うんですけど、あの時間が限られている中で、避難をされている方、これはその普通の災害と違って、その災害の上にさらに原子力災害ということがかぶさっています。したがってこれを原子力という、あるいは放射線というところだけで特化して検討を続けていくことには明らかに難しい点があります。ただ私どもが今できることはもちろんその大きな視点で見ることは非常に重要なんですけれども、あのいかんせんいろんな形のマンパワーとかいろんな時間といったようなものもあります。したがってちょっと丹羽先生がいらっしゃる前に先ほど森口先生からご指摘があって、タイムスケジュール的なものもあの含めてお話をさせていただいたんですけれども、確かに格論にはなっていますけれども、全体的に少しずつ格論でまとめていきながら中間の段階で、具体的には11月そこそこぐらいでいろんな方のご意見をいただき、それからまたその時点でもその後も含めてヒアリング、それは現地に行ってのヒアリング、あるいはここに来ていただいてのヒアリング、あるいは事務局とその人たちとのヒアリングといったようなものを含めながら全体的な構造として戻って生活をしていただく中で何をしたらいいかということを決めてはいきたいとは思ってます。ただなかなかそのいろんなことに触れ出しますと、規制委員会としていくつかの、まあ、イシューがあって、放射線以外のことについても確かに触れたいことは山々なんですけれども、少し放射線に関係していることを他のことも見据えながら討論を進めていかないと
全体的に丹羽先生がおっしゃることは非常によくわかります。放射線がきれいになってるとか、放射線だけを論じて戻ってこいとか、あるいは低くなってるからもう戻っても大丈夫っていったようなことは、それでは全くの片手落ちで、100% のうちの 1% か 2% しか答えにはならないということは分かってはいます。ただ現実問題として私たちができるものは、まず放射線についての不安を取り除くということが第一で、残りの99に関しては、ここにいらっしゃる各省庁の方がですね、放射線以外のことでも扱っていらっしゃる各省庁の方、復興庁を始めていらっしゃるわけですから、そういったことも含めてこの 中間で私どもがまとめたようなもの、提言といったようなものを持って帰っていただいて、それを避難されている方々が戻ってくる、あるいは戻ろうという気になる一つの土台としては持って帰っていただきたい。放射線について以外のことについてもここでは論じたいのは十分もうよくわかります。それを論じないで、他のことを目をつむっているわけではないんですけれども、少しずつあるいは各論になることをあえて覚悟の上でですね、ただそれは他のことを無視しているわけではありませんので、各論のところを踏まえながら、もしこれについても論じる必要がある、あるいはこういったことも気にかけた方がいいということがありましたら、その各論各論の間で一つ一つ言っていただけると非常に助かるんですが、いかがでしょうか。すみません、しつこくて、放射線に対する不安はもちろんあると思います。それは非常に大きなものですけど、生活に対する不安はもっと大きいと私自身は思ってます。だからここが何するかって時に、その放射線だけ議論しなさいといういくらでもできるんですけれど、それだけでは多分実際それで何かのルール作って現場に落としても機能しないだろうなと感じておるから、そうじゃなくてもっと広くやらなければならない。で、前の前回の森口先生が作っていただいてくださった絵が一枚ものがあって、それで生活設計全般のところに別の検討のハテナマークがありました。で、これは本当に言えばこれは非常に本質的な問題なので、一緒に議論するシステムであるということだけ確認して、実際のやり方は実際生活で帰ってこられる方がおる中でどういう問題が大きく出てくるかというのは必ず見えてきます。それをこの場でこまごま議論してですね、それでルール作ってとやると逆に現場に落とした時に必ず動かなくなっちゃいます。だからここがまずやらなければならないのは、現場に落とすのは各省庁に投げてそこで落として、実際の皆さんが生活やっていただく中で見えてくるものをさらに取り込んでいったらいい。だからマニュアル的なものを常にイノベーションしていくと、リバイスしていくというプロセスが実際のプロセスで何年も続くと思うんです。これ今ここで一発勝負でトンってやって答えが出るもんでは絶対ないと思うんですね。だから動かしていかながら見ていかなければならないところは各論でいいです。でも総論として我々はこういうことをやるんでありますからというところをストンとそこだけ確認していただければ、多分各論は後からいくらでもひっつけることができる。だから吉田先生のやつは非常にいいし、それはご家庭のご主婦の方にこうだよというようなことを申し上げたら、あ、なるほどねとこないなるわけで、それはそれぞれのエキスパートの方がその各論持ち寄って実際の生活の中で動かしていくということができるんではないかと思うんです。だからやはりここがこんだけのいろんな いろいろなエキスパーティーズをお持ちの方がお集まりなのですから、やはり基本に変えて何が壊れたか、放射線が結果として壊したには違いないんだけど、放射線があって避難があって、それが生活壊しコミュニティ壊しという状況があると、これをどう再建するかという問題ですね。そうすると放射線除いてこれが再建できるわけではないということだけははっきりしておりますので、森口先生ないし春日先生 の私の聞いた発言のポイントというのはそういうものがやっぱり何が問題かということを知りたいという
ことが基本であるということで、私もお二人の先生のご意見には全く賛成でございます。よろしくございましょうか。森口です。丹羽先生からの明確におっしゃっていただきました、前回 の、 図でですね、このベンツの検討の場というのとともに本チームに検討を求められた出発点ということを明確に書いております。で、出発点がそこであるということは重々承知しております。で、ただ本当にその出発点がここだったから、そこを丁寧に今日やるのが正しいのかどうかということを改めて問い直させていただいているわけでして、出発点がここであり、ここに対して答えを出さなきゃいけないということももちろん認識しております。まあ、さっき中村に1と99とかなり極端なことをおっしゃって、決して1というほど小さいとは私も思いませんけれども、ただやっぱり100がどうなのかっていうことがないとなかなかそこの議論に行きにくい。で、この別の検討の場と書きましたのは、その原子力規制委員会のその、管轄の範囲の外へ出てしまうということを当然やはり気にされるんだと思います。したがってそのここで必ずやってくださいということを申し上げているわけでもないんですね。ですからもしそれをやっていただけるのがそれは一番いいんですけども、それは何らかの形でも同時並行、場合によってこっちを先にやっていただきたい。で、そこをやっていただければですね、それと並行して、あるいはそこで総論の議論がされた後で、我々はここのその本来検討を求められた出発点に戻って議論に集中したいと、そのことを前回から繰り返し申し上げているつもりなんですが、やはりまたこう振り出しに戻ったような感じがしておりまして、こうやはりちょっとそこに戻していただけないかなというあたりの議論をしていたところに、ちょうど丹羽先生到着されて我々の発言を拾っていただいてありがとうございます。そういう趣旨でございます。進め方に少し私の方の進め方に難があったのかもしれないんですけれども、順番からするとこの3番になっている機関を選択する人に寄り添ってサポートする国の仕組みというところに、おそらくこれがもしかすると2番に入るのかもしれないんです。2を踏まえての3になるかもしれませんので、2と3という順番をつけるのはなんですけれども、この機関を選択する人に寄り添って、あるいは機関を選択しない方もそうですけれども、寄り添ってサポートする国の仕組みのサポートする内容の中の一つとして、放射線の不安の対策とかいったようなものが挙げられると思います。で、それはその3番の中の一つなんですけれども、これからちょっとご紹介するのは、先ほど現地の方の意見をお伺いした方がいいというようなことで、事務局の方で2つ、例として用意をしております。一つ一つが市の対応の形なんですけれども、片方は、長崎大学の高村先生が中心になってなさっている、対象は川内村です。で、もう一つが田村市、これはこの後生活支援チームの方からご説明があると思います。で、この2つはもちろんそれぞれが放射線ということを意識しないでやったわけではないんですけれども、両方ともがちょうどこうトップダウンではないんですけれど、双方の見方をしながら一つ一つサポートするにはこんなことがいいんではないかということで手探りで始めたものです。それをまず2つ紹介させていただいて、原子力規制委員会という形ではなくって、こういう形でまず取り組んでいるということを最初にちょっとご理解いただきたいと思います。で、その後でまた決してその丹羽先生や森内先生に反応するわけではなくてですね、こういう形でまた進めさせていただきたいという大枠を3番のこのところのタイトルでちょっと説明させていただきたいので、そこでお時間をいただきたいんですけれど、よろしいでしょうか。じゃあ、順番から言って、高村先生の長崎大学の、川内村への取り組みというかサポートシステムをちょっとご紹介いただけますか。はい、資料の1の3をご覧ください。こちらの10月9日に、原子力規制庁の中でですね、起用したものでございます。ポイントはその機関に向けた安全安心対策について、現地で活動している立場から放射線に関する不安対策の面を中心に、保健師の活動についてお伺いしてございます。
まず高村先生が行われた内容についてですね、ご覧いただくために9ページのパワーポイントの絵からご覧いただきたいんですけれども9ページの上にですね、実際に行っておられる活動が示されてございます。長崎大学の保健師の方による放射線に関する健康教育、健康相談、個別訪問ということで、2012年の5月に大学に所属される保健師の方が1ヶ月間村に常駐されて、村内あるいは郡山の仮設住宅における個別訪問を行われたということで、その個別訪問の中で健康影響についての相談事業、あるいはその既存者と未既存者の要因分析ということをされたということでございます。でその9ページの下がですね、その要因分析早速出てまいりますけれども、これはその既存された方とそうされてない方の何て言うんでしょうか、何が要因だったかということをですね分析されたもので、性別、それから自宅の所在地、占領による影響などが他の要因よりも影響が大きいという結果でございます。1枚お巡りいただきまして、10ページ目がですね、こちらの今年の4月の状況でございますけれども、長崎大学と川内村の間で協定が結ばれまして、復興推進拠点というものを、これは村のコミュニティセンターの中にですね、仲良し館というのがあるそうでございますけれども、その中に実際のその拠点、下の写真に出ておりますような拠点を整備されて、おられると、その1ポツから4ポツまでの活動を協定に基づいて実施されているということでございます。11ページに移りますと、現在の活動状況を、同じ保健師の方のようでございますけれども、放射線医療科学専攻の大学院生の方が、保健師の方が村に常駐されて、土壌、食物、作物などの放射性物質測定、それから個別の健康相談、線量計の正しい使用法の説明、それから住民説明会に専門家としてですね、参加されて、健康影響に対する疑問でございますとか、被曝に関する疑問に対応されているということでございます。12ページ目にはポケット線量計を配布されて、その使用方法などについてご説明されているということが、写真として出していただいてございます。最初のページにお戻りいただきまして、その中で その先生が分かった、先生からお聞きした事項といたしまして、川内村での取り組みの中のキーとなるものを最初に挙げさせていただいておりますけれども、連携する自治体の首長や復興課長などとの連携がそのキーになったということでございまして、その復興担当の部門の下で活動していることが非常にうまくいったきっかけになったということでございました。その下は先ほど図でご説明した内容でございますが、3つ目のコツでございます。住民への説明には、住民の方々の説明には放射線に詳しい保健師や看護師が適している。で、地元の方々の信頼を得るには地元の保健師の方が望ましいわけですが、なかなかその手一杯で、難しいところもあって人材育成が必要だということでございました。で、1枚お巡りいただきまして、2ページ目でございますけれども、1発目は線量計のお話でございますとか、実際の使い方についてよく聞かれたというようなことでございますが、3番目のボツでございます。大事なことは身近に相談できる人がいらっしゃることや、安心できるような判断材料が与えられることだということでございました。以下各種放射線防護に関するこれまでご質問があった事項などの例を教えていただいております。資料1、3の説明は以上でございます。ちょっと付け加えさせていただきますとですね、このヒアリングは私も一緒におりましたので、非常に興味深く伺ったんですが、この川内村は比較的早い時期に、戻ってらっしゃる方と、それからまだ戻ってらっしゃらないところがあります。それで、特に戻ってらっしゃらない方、あるいは戻ってらっしゃっても不安を抱えてらっしゃる方の不安の内容がですね、ほとんどが
放射線ではなく生活再建のことなんですね。それが非常に重要で、もちろん放射線もそのうちの一つなんです。でその中で、その、まあ、高村先生なりそのグループが出した結論が、やはりそれぞれのところが放射線の専門家とか被爆とかいったようなことに対しての相談係ではなく、生活再建を目指したところの相談係、これが多分丹羽先生や森口先生があの最初からおっしゃっているような形で、やはり戻ってくるとか復興というのは生活の復興という観点で放射線はその中のワンオブゼムだという、ただそういうことを見据えていく上でどういう活動が必要かということを、これはあの実際には最初からその取り組んでかなり長い時間かかって、いろんな形で援助していらっしゃいますので、その長い期間での先生方がこの高村先生方やそのグループが獲得された情報だと思いますので、一つご紹介をさせていただいた次第です。でもう一つは今度は田村市の方で、これはあの、関係しあの資料を用いて、生活支援チームの井上さんの方からご説明お願いします。はい、あの内閣府の新チームの井上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。あのお手元の資料のですね、現職災害対策本部関係省庁説明資料というものに閉じられている資料の中の7ページのところから、ご説明を差し上げたいと思います。今あの丹羽先生あるいは森口先生からも問題提起がございましたが、我々も田村市はもちろんのこと、さまざまな自治体での住民説明会に実際に参加させていただいて、住民の方々のお声を聞く機会が多くございますが、もちろんあの放射線の実態レベルに応じてその放射線の健康影響に対する懸念というのはもちろん大きく違ってくるなと。線量が高いところはもちろんそうです。あるいは計画的避難区域でその一月後に避難されたところの方がやっぱりそういう懸念が多いとか、地域による放射線の健康影響についての違いっていうのは、多様にあろうかと思います。と同時にあのおっしゃっておられた通り、放射線の健康影響だけではなくて生活再建についてのご懸念が非常に強いということもまた事実だと思いますし、さらに申し上げれば長期避難をされている現状においてすでにですね、健康の問題であるとか生活の問題と非常に厳しい状況に、誠に申し訳ないんですが政府として置いてしまっているという状況にあろうかと思います。その前提でございますけれども、あのご家紋でございますので田村市で悩みながら政府として進めている取り組みの一つとして、あの準備宿泊制度というのをご説明を申し上げます。これちょうどおとといですか、10月の14日の休日に田村市に私ども行きまして、避難指示解除についての住民の方々とのご相談というのをやりました。だいたい150人程度の皆様にご参加いただきましたが、そこで使用した資料そのものでございます。でめくっていただいた8ページ目、田村市はこういう状況になってございまして、あの避難指示解除準備区域に現状なっております。でその上であの今年の6月に住民の方々とのご相談をした上で、やっぱり急に解除と言われてもよくわからないので、放射線の問題にせよ生活の問題にせよをしっかり止まってみないことにはよくわからないというお声もありましたので、今年の8月1日から、ふるさとより帰還に向けた準備のための宿泊というのを実施しているところでございます。9ページに行っていただきまして、この準備のための宿泊制度につきましては、資格囲いの中の括弧1にあるような地域につきまして、地元のご意向を踏まえてですね、やろうといったようなところについては制度概要の括弧2に書いてございますが、避難指示が解除された場合に円滑に生活あるいは事業活動を行っていただけるようにその準備を進めていただくと、そのためには現状においては宿泊をお控えいただいているところの特例としてですね、宿泊も可能にしていくという制度でございまして、現状をだいたいこの地域の約3分の1から4分の1の方々が宿泊登録をされておられるという状況になってございます。年齢構成は9ページの右端のようになってございます。
で、この制度でございますが、先ほどの丹羽先生や森口先生、あるいは春日先生のご指摘との兼ね合いで申し上げますと、10ページに言っていただきますが、当然線量の問題というのはございますので、希望する宿泊者の方々に対しては時間帯ごとの被爆線量が測定できる三相研と千代田テクノブが開発した新型の線量計を対応させていただいております。その上で何のために測るのかといったようなところがなかなかないと、持っても意味がないという声は非常に多くお聞きしたものですから、今回の制度では我々が言ってご説明をするだけではなくて、なかなか政府の人間が言っても信用されないという実態もありますので、ボランティアで郡山との関係が深い県立医大の宮崎誠先生にご協力いただいております。ここの写真にもございますが、個人線量計を貸与された方々、これそもそも希望者ですが、その上で個別の健康相談というのを希望される方々についてはそれぞれ個別にですね、1名ずつあるいは2名ずつということで宮崎先生がデータを見ながらご相談をするという対応を始めております。またこういう線量計あるいは健康相談というだけではなくて、諸先生方おっしゃる通り、宿泊者の方々におけるですね、生活再建の悩みというのはあるものですから、インフラ生活関連サービスなどの各種相談に対応できるような体制をとっているという状況でございます。でこの準備宿泊制度自体、田村市は大変市のご尽力素晴らしくてですね、ほとんど市の方でやってくださっています。また市の中の人口で言いますと避難者の方々 1% に過ぎませんが、この宮古島の地域についてですね、宮古島行政局っていうところがございまして、ここも大変なご尽力をいただいています。従いまして国としてはですね、大したご貢献もできていないんですが、田村市自体には経済産業省からずっと事故直後から2名の職員が派遣されておりまして、彼らと市の方々あるいは関係省庁の方々、さらには宮崎先生を代表とする諸先生方とご協力しながらですね、この準備宿泊制度っていうのを作っていって今実行しているということでございます。やや手作りの制度のものなんですが、ものですから日々改善をしなきゃいけないといったような状況になってございます。それで11ページでございますが、住民説明会などでやっぱり生活再建のご希望は非常に強いございます。特に我々がこの地域についてお聞きしたのは事業再開等というところで書いておりますが、もともと原発から20キロ圏内で大熊富岡といったようなところに車ですぐ行けるところなもんですから、買い物をそっちでやられてたと。で他方で今避難されているのは田村市の中心の船引きのあたりで、宮古島から行くと片道車で40分ぐらいかかると。そうすると高齢者の方を中心にですね、帰ってもなかなか買い物はできないじゃないかというお声をいただきました。それを踏まえまして、これは復興庁さんのご尽力によるところが大なんですが、セブンイレブンさんにお願いをしまして9月の24日から移動販売を始めていただいているとかですね、ファミリーマートさんにお願いをして、来年早々だったかな、時期調整中ですが、常設店舗の出店を今用意しておりまして、そこについての支援を国として行っていると、あるいは地元の商店の方々が共同で売れた方が買い物をされる方にとってはいいだろうということで、それについての支援をまた中小企業庁のご尽力もいただきながらやっているといったような状況でございます。いずれにしても今のような買い物の話、あるいはこの地域では農業の話、あるいは医療介護、さらには学校といったようなご要望ご懸念というのは非常に強いございまして、こういうことについてもこの制度をもっといいものにしながらですね、改善していけるようなシステムにしていけたらいいなというふうには思っております。ちなみに10月の14日のですね、住民説明会で大体4時間ぐらいかかりましたので、いろんなご懸念ご質問ございました。すべてご紹介することはできませんけれども、本日のご議論を聞いていてご参考になるところだけ2点だけ申し上げますと、一つはやっぱりいまだにですね、除染の目標というか1ミリシーベルト年間あるいは 0.23 マイクロシーベルトパワーまで除染をやってもですね、落ちていないところがあるということについて、やっぱり健康影響が心配なので帰らないというふうにおっしゃる方は一定数存在しております。
これについては私の方から放射線の健康影響に関する国際的あるいは科学的な知見といったようなことはご説明をいたしております。と同時に僕の説明ではご納得できない方が非常に多いと思いますので、やはり個人線量計を実際に測っていただいて宮崎先生のような専門家にご相談されるといいですよというお話をしております。ただ依然としてですね、なかなかここの部分のご不安というのは払拭しきれていないという実態もあるんだと思います。同時にもう一つ申し上げると、先ほどの議論に関係しますが、やっぱり生活環境に不安がある、特に今回の説明会ではお子様を持っておられる男性なんかも来られていてですね、子供を連れて帰るかどうか悩んでいると。で、子供にとって未来のある街づくりが本当にできるのかと、地域の活性化についてもっと地域自体で考える必要があるんじゃないのかといったようなご意見も出ておりました。これについては我々はまさにおっしゃる通りだとお伝えすると同時に、引き続き国や市が連携して地元の皆様と一緒に考え実行に移していければいいなというお答えをしているわけですけれども、まだまだ今のシステムだけでこれがやりきれるかどうか、特に田村市の宮古市の部分は住民の方々が非常に多くはない地域であり、また線量もそれほど相対的に言えばですね高くはない地域でございまして、今後のことも考えていくと田村市でまず引き続きじっくりやらせていただくということと同時にですね、他の自治体においても環境の整ったところから準備宿泊といったようなこともやっていこうとは思うんですが、それについてはあそこについて固有の課題に対応できるようなですね、テーラーメイドの対応がやっぱりいるんじゃないかなというふうには考えております。どこまでご参考になるか分かりませんが、とりあえず以上でございます。ありがとうございました。この関係資料の12ページの方も何かご説明が必要というふうに伺っていたんですけれども、それはよろしいですか。はい、この点はですね、おそらく我々よりも諸先生方の方が詳しいと思いますが、やっぱり地元地域主導で新しい、まあ、いろいろ生活再建も含めて考えていくということがないと乗り越えにくいということの事例なんだと思っておりますが、ベラルーシで行われているエトスプロジェクトというものについてご参考まで資料を挙げさせていただいております。我々からのご説明は以上とさせていただきます。ちょっと教えてください。これ今9ページを見ててなんとなくこの宿泊の条件は分かりました。そしてここの4分の1が宿泊登録をされているって書いてあって、その後ろに38世帯158名って書いてあって、この左側の下のグラフと合わないんだけど、合わないのはなんでかって話と、この毎日メモリが出てるってのは どういう登録の仕方をして、どんなふうにこの変化を出したっていうの意味がどういう意味なのか、ちょっと私に分かるように説明してくれますか。まずですね、この制度自体なんですけれども、もともと宿泊はいろんな意味で危険も伴うかもしれないと、ご不安もあるかもしれないということで、避難指示解除準備区域は今全般的にお控えいただいているんですが、この制度の中でですね、登録をしていただいた方々については特例的に宿泊をしていただくという形にしています。で、その登録は政府の方でですねコールセンターを立ち上げてまして、お電話を世帯主の方からしていただいて登録をしていただくというふうにしています。で、この情報を田村市さんとかあるいは警察消防なんかとも共有してまして、何かあった場合、多くの方がおられない地域なもんですから、緊急対応ができるようにということでその登録をしていただいております。で、登録自体は基本的にはですね一月単位で登録をしていただいておりまして、その世帯の方が俺これから1ヶ月泊まるからねというふうに言っていただければ、はい分かりましたという程度の登録になっております。で、ここを細かく出しているのはあまりそういう意味では意味がございませんが、特に8月なんかでビュッと伸びているのはお盆の時期だけまず登録してみたいという方もおられるんだなと、逆に地元の方とお話しているときにはそんなに泊まってねえぞっていう声もあるんでですね、正確に何かを示すためではなくて、我々がデータとして登録しているものをそのままお示しているというだけでございます。それで赤いのが世帯で青が人数だと思います。それで、これ地元の方との関係で言うとですね、
登録をしていただけば宿泊はできるんですが、ただ登録をしておられる方がみんな宿泊しているわけではありません。なので我々も昼とか夜とか見回りに行きますけれど、それほどおられないなという時も多いですし、週末になるとお戻りになる方も結構いらっしゃる。そういう意味ではこのデータ自体がですね、全てそのまま宿泊されているというわけではありません。ただ先ほど申し上げたような趣旨で登録はしていただいていて、そのデータをここに示しているということです。ちょっとデータの整合性についてはすいません、私の方でもう一回チェックしてご報告します。近所なんですけど、十分に我々も知ることができないですね。まあ、このお祭りの時に帰ったっていうような報道は見ますし、まあ、登録をして、まあ、立ち入りをして不生活体験のための努力をしているっていうのを僕らも知ってますけれども、その実際の様子あるいはそのインフラ普及っていうのをどの程度に理解していいのか、私自身もですね、例えば宮城岡地の診療所なんかもうちの病院の関係者は言ってますけれども、まあ、その程度のものでいい、その程度のものって言ったら失礼ですけれども、あるいはその急変があった時の搬送とかどうなってるのかみたいな細かなところについて言うとですね、実はあまりわからないんですね。ですから実際にまさにこういうことをしている人たちがまたお祭りの時に帰って、そしてどんなことを感じたとかどんなことがあったのかみたいなことはやっぱり先ほどからお話があるようにですね、近くに住んでいる私でさえ実際に立ち入っている人が友達にいればですね、どうだって聞けるかもしれませんけど、それは聞けないんですね。ですから先ほどの今帰ろうか帰る前かっていう人たちからすると、これ少しもう一歩前に行っている人たちで、現実にそういう人たちが今現実に今おっしゃった1ミリの話もそうですけれども、どんなところにですねそのフォーカスを持っているのか、あるいは帰ることによってどんなことが得られているのか、あるいは家屋にどんな障害が発生しているのかとか、いろんなことがですね、多分一番分かりやすいんだろうと思います。何にもないところに行ってっていうのはあれですけど、いうよりはこの今帰還に向けた準備をしている人たちの話は、我々がこれから議論していく、まあ、先ほど来いろんな話ありますけど、まさに生活 その背景を知るためにも、こういう取り組み自体のバックグラウンドとか、あるいは詳細をですね、もうちょっと分かってると議論がしやすいような、そんな思いを持ちます。はい、おっしゃる通りでして、宮古島診療所は星総合病院からも医師の方を派遣していただいていてですね、ただ常駐のお医者さんはお一人です。それから近所 の医師の方がですね、週に1回は来られてて、残る、まあ、週3日ぐらいをですね、星総合病院の方から来てくださっている3人のお医者さん方が回していると。でそれぞれの方がそれぞれにご専門を持っておられるので、地元の方々からしたときにですね、いつでもその例えば今避難している船引きの仮設住宅の近くみたいな医療サービスが受けられるかというと、そこはご心配があると思います。それから僕はここに住んでいるわけじゃないんですけれど、住民の方にお聞きしていると、その事故前はやっぱり大熊や富岡の大きい病院に、まあ、20キロ圏内ですからちょっと道は厳しいんですけれど、車で比較的簡単に行けた、ところがあったということなわけですけど、今はやっぱり入院をするようなことをするとしたら郡山まで行かなあかんなと皆さんおっしゃってます。で郡山から船引き通って宮古島で行くとですね、やっぱり1時間40分ぐらいはかかる。それが心配だっていう声はもちろんあります。それで市はとても立派でして、いろんなことは考えてくれていて、その今また入院対応はなかなか難しいと思うんですが、ここにも書いてありますが、夜間の診療所っていうことはですね、船引き町の方で、25年度中に建設するということはやろうとしておられますけれど、そういう意味でまだなかなか難しい部分はあります。一方で宮古島診療所の隣の窓下層なんていうところは伺ってみてもですね、大変立派な取り組みをされていてですね、こういう拠点があればケアサービスとかもどこまで余力があるかはもうちょっとよく聞いてみないといけませんけれども、できる環境にはなってきているかなというふうに思います。
その上でですね、先生おっしゃった通りでして、この準備宿泊の少し我々の目から見ても足りない部分は、どうしてもその住民の方々とのですね、直接いろいろこう対話をして、これが足りないんだよという常日頃の接触は非常に少ないです。例えば私は担当課長ですけれど、住民説明会っていうのがあった時には伺えますし、あるいは伺って回って聞くってことはあるんですけれど、その部分は今は自治体の皆様に委ねているというか、お願いしているというところがありまして、どこまで国ができるかっていうのは難しいんですけれど、少なくとも今のシステムはそこまでだと。準備宿泊といってみても、やっぱり住民の方々との直接のインターフェースは自治体で、国はそれをサポートしている。しかも恒常的に張り付いている人間の数っていう意味で言うと、さっき申し上げた2人が頑張っていると、国からするとですね、いうようなレベルで、回し始めているということでして、それがこの地域あるいは他の地域でもワーカブルな、庭先生がさっきおっしゃったようなワーカブルな制度なのかというところは、もう少ししっかり考えて、こちらでも ご指示というかですね、いただいて、僕らも考えていきたいというふうに思います。最初 2回に分けてですけれども、各省庁がそれぞれの取り組みを、あるいは何をやっているかを説明していただきました。ただその時にも各委員からご質問があって、一体誰のために何をやっているのかっていうニーズがよく見えないということで、この今紹介していただいた田村市と川内村は比較的その国がというよりは市が割と独立して自立して、それでこういうことが不安であるとか、こうしようというところまで立ち上がってきて、それについて少しサポートをしてきているような形は見受けられます。で、実際にはその中として放射線に関してだけではなく、生活再建、生活をこれから続けていく上で、あるいはこういうふうに宿泊というか、なんか変な名前ですけれども、ちょっと自分の家に戻ってきて掃除をしていきたいとかっていうことで、このまま住み着けていくことに対して、やはり寺井があるとかいったようなことを、本当でしたらばこういう政策をして、それについてどう思うかということを、もう一回その住民の方々から吸い上げていかなければいけないんだと思うんですね。で、その努力は今後とも続けていただきたいし、それについてまた国として何かサポートすることができればですね、それにもまた援助するとか、あるいはこちら側でできるようなこと、特に放射線に関係することであるならば、それはいろんな形でサポートをするべきだというふうには思っています。で、どちらにしてももう2年ぐらいで、川内村もそれから田村市も、ちょっと田村市は今日説明で伺った限りなんですけれども、どうしても若い層の方々は戻ってこようという気にはなってらっしゃらない。そうするとやはりこういう形の一つの環境をもう一度作り上げていく、あるいは元に戻すというところで若い力が育っていかないというのは、なかなか再建に向けては難しいと思います。で、その若い人が戻っていかないという理由の一つの中には、もちろん放射線に対する抵抗性といったようなものもあるし、それから将来の生活のようなものもあると思います。将来の生活設計を立てるのには若い人たちには絶対的な条件ですから、そういった意味ではこれから先もちょっと先ほどおっしゃってたテーラードのような形で作り上げた既製服をそこに売り込むのではなくって、その人その人たちの住民の背丈に合って、体重に合って、体型に合った方のそれに合わせたパーソナライズというか、個人個人の、それが個人占領というところにまた戻ってくるんだと思うんですが、そういう生活設計を立てていく上で支援をしていく必要は絶対にあると思います。その上でそれでよければ戻っていただく、あるいは戻らないでまた新しい生活を続けていただくというようなディシジョンというか決定になるんだと思います。
で、ちょっと、時間も今日は8時までということでかなり遅くなりますから、今日は時間をきちっと守ろうと思うんですけれども、一つ今回の件で格論になってしまうとまた丹羽先生から怒られるんですけれども、放射線ってなかなか説明が難しいんですよね。で、これは生活設計の中で放射線についても説明をしなくちゃいけないし、いろんな相談相手にもならなければいけないんですけれども、いろんな情報がこう錯綜していて、先ほどちらっとおっしゃって、左側からあまり国が言ったことは信頼してもらえないという悲しい現実があります。で、こういった生活設計、放射線も含めてなんですけれども、どういう方が、リスコミという形は私はあんまり取りたくないんですが、相談相手とかどういう方々が相談相手になったらなんとなく信頼が置けて不安を取り除くことが少しでもできるっていうふうにお考えでしょうか。何か各委員が、はい、明かしでございます。先ほど高村先生の中にもあったんですが、保健師の方々、保健師ばかりではなくて、おそらく、ホームドクターももしかしたら入るかもしれませんが、この方々が相談相手になってうまくいったというのはチェルノブイリの例はここにも出てますし、実は東海村の事故の時も多分そうなんですね。あの時は線量を評価するのに一件一件、人数が少なかったということもあって家庭訪問をした。その時に地元の看護師の方もいらっしゃったのかもしれませんが、保健師の方々一緒に行って、でやはり自分たちが生活している、保健師の方々も一緒に行って話を聞くという、そういうことがかなりうまくいってる例は実はあるんですね。ですからやはりこういうシステムをきちんと作っていくっていうのは全てっていうわけではないんですけども、かなり有力な方法の一つであるんではないかと。外の人たちがここで説明をするってうまくいってる長崎大学でもありますけども、やはり地元の方々 の同じ地域に住んでいる方々の説明っていうのはかなり信頼もあるし説得力もあるかなと思うので、ここは充実させる必要があるのかなと私は思っています。ありがとうございます。他にご意見ありませんか。はい、重なるかもしれませんが、前に前回も話しましたけれども、産業医大の先生が調査をして誰の言うことなら信用できますかということで聞いたときに、やっぱり地元の自分がかかっている先生、そしてやっぱり地元に住んでいて一緒の生活圏にいる先生のお話は比較的信用度が高い、そういうことがあって、この田村の医師会もそうですけれども、自分たちできちんと勉強して、単純に大丈夫だよっていう説明ではなくて、自分たちもこういうふうに捉えていて、自分たちもこういうふうにしている、で子どもたちについてもこういうふうに考えているんだっていう人が、前から付き合いがあったりかかっている先生がそこに生活基盤を持った上でお話をくださるのが多分一番インパクトがあるんだろうと思います。もちろん保健師さんたちの非常にその細やかなですねサービスというのも非常に重要だろうと思います。ただ前私もこう感じますけど、遠くから来て、ただ大丈夫ですよというようなことを言ってまた帰っちゃう人っていうのは、なんとなくですね、どんなにこう正しいことを言っててもですね、なんとなくこう本当かなっていうようなことがやっぱり感じるんだろうと思うんですね。ですからやっぱりそこに生活をして、いつ相談に行ってもそこにいるっていう人が、ですからさっき宮古寺の診療所の話もありました、やっぱり日替わりでドクターが変わるのはやっぱり不安だと思います。ですからその意味でしっかりとした先生方がきちんと見る、あるいはそういう先生方とのコミュニケーションが取りやすいような環境を作るというのは一つ大きなチャンスだと思います。でその意味で例えばその検診の話がちょっと抜けてるんですけど、検診をですね、そういう相談 そのチャンスに捉えることもできるんだろうと思うんです。ただ単純にこの有県民健康管理調査のようなものじゃなくて、もう少しそのソフトな検診といいますか、体重を測ったりですね、あれをして、その何かその時に、放射線の話だけじゃちょっと辛ければ栄養の話とか体重のコントロールの話とか糖尿病の話でもいいんですけれども、そういうものとセットした少しこう環境の話、さまざまなことが分かるその講話をセットにした検診のようなものがあって、それを
その具体的に言えばその、いつものかかりつけの先生が時間をかけて対応してくれるというようなことがですね、非常に難しいと思いますというのは、そういう先生方はそれで生計が立つかどうか分かりませんので、ただしそういうことを想定しながら検診の機会や相談の機会が身近にあるというようなことが、いろんな情報がしっかりと伝わっていく条件ではないかなと、私自身もそんなふうには近隣にいてですけども感じます。赤瀬先生、大石先生おっしゃったことと一部重なるかもしれませんけれども、ヒアリングの資料、それから内閣府 その被災者生活支援チームの方からの資料等と拝見していて、やっぱり共通しているのはその住民と直接対話できる方ですねをやはり置かなきゃいけない、でしかもその方がある程度やっぱり専門的なその職能を持っていなきゃいけないということかと思います。でただですね、宮崎先生の事例がございました。宮崎先生非常に精力的におやりになっていると思うんですが、宮崎先生の方がそのたくさんいらっしゃればいいんですけど、それはやはりもう非常に難しい。でそういう中でどうやってシステム化していくかということを考えなきゃいけないんだと思うんです。で保健師さんという具体的な職名が出たんですけど、ここで保健師さんということを出ると当然そこを所管しておられる役所は身構えられると思うんですよね。やっぱりそういうふうにどっか特定してしまうんではなくて、いろんな職能に求められることをどうやって具体化していくか、相談に乗れるような方を間に置いて、その方がまたそれぞれの専門の方にちゃんと相談ができるようなネットワークをどう作っていくかですね。でそういうことはやっぱりこの国でしっかり考えていいんだと思うんです。ただ実際にそれを国自身がやろうと思うと多分失敗すると思いますので、どうやってこの信頼される方を見つけていって、そういう仕組みを作るかということをですね、これはぜひこの検討チームの中でやれる話ではないかと思いますし、そういう設計であれば、ここ の前半から議論していることにかなり沿ったことができるのではないかなと思います。思いますと申し上げたのは、前半も申し上げた通り、ここで議論していることは本当にだけど現地の方々のニーズに合ってるんだろうかということがありますので、それも今日今ここで議論しているのことは改めてこういう方向でよろしいんでしょうかということはしっかりと、それはやっぱり当事者の方々のご意見を伺うべきではないかなと思います。ヒアリング受けられた高村先生、多分この事例以外でもご経験豊富なので実際ヒアリングの対象になられたんだと思うんですけれども、できればですね、実際にその川内村に滞在された保健師さん、織田さんでしょうか、織田さんから直接話をお聞きになっていただいてもよかったかなというふうに思います。やはりご本人が肌で感じられたことがきっとあったかと思うんですね。で少なくともこの資料1の3の1ページの下の方に一番下のポツで指摘されていることですけれども、実際にその地元の保健師さんが望ましいんですけれども、すでにその通常業務で手一杯だということですね。でそれから外からそのお手伝いに入れるような専門家もそう大勢すぐに見つかるわけではないという、その2つの現状を踏まえますと、外からお手伝いに行く方はですね、その地元の保健師さんやそれから、地元のそのお医者さんの他の業務をお手伝いすればいいんじゃないかと思うんです。つまり実際にその住民の方と接する以外にもそのお忙しくする通常の業務があるわけですね。でそういうことをその後ろ側でサポートする、それでしたらもう少しそのハードルを下げていろいろお手伝いいただける方を見つけることもできるんじゃないかと思うわけです。でそういう体制は国としても十分考えていけるんではないでしょうか。それから、今までのご説明を伺っていて、川内村の場合は、他の地域に比べますとその避難していた期間が比較的短かったと思います。ですから、半年ちょっとで戻れる方が何人かいらした。でその方たちが生活しているその段階においてこの保健師さんがいろいろとお手伝いされたんだと思うんですね。
で、そういう段階にあるということ。それから、次にご紹介いただいた田村市の場合には、その宿泊を始められた方は一体その初めて泊まりというかご自宅に戻られた時にそれぞれのお家がどういう段階だったのかちょっとお聞きしたかったと思ったんですね。でも少なくとも3ヶ月間その宿泊ができるくらいにはお家に住居として、回復されている段階だと思います。でその方たちに実際にご自宅に戻っていただいた、ご経験を踏まえてまたこうコミュニケーションが始まるそういう段階だと思うんです。そうすると、川内村田村市それぞれで、その期間に向けた長いスパンの中のある特定の、時間的な段階にあると思うんですね。その違いを踏まえてでは他の地域他のそれぞれの市町村地域では、これから始めるときにどういうその支援が必要なのかもうちょっと進んだときにどういうことが可能なのかというその、テーラメイドではないにしてもですねある程度のその全体的なビジョンを持つことも必要なのではないかというふうに思います。で最後にもう一点先ほど中村院がおっしゃったようにこの資料1の1整理していただいた中の3番のところですね、それぞれの選択をする方特にその期間を選択する方にも寄り添ってサポートするこれが、2の 大前提にあるとすれば、私たちのその検討チームのミッションとして、放射線に対する防護措置あるいはその不安に対する対応が主であっても、その主であるところコアのところからといいますかそのコアの部分をより深く議論するために、もう少しその外側のところも情報として必要なわけです。それがないと本当に意味のある私たちとしてのその使命が果たせないということで、先ほどの提案に戻るわけですけれどもやはり現地の方たちのお話を聞きたいそれから、これから帰還も、避難解除になる可能性のある実際の現場を見てみたいそういうふうに思って発言した次第です。ありがとうございました。ちょっと追加なんですけれども、川内村の方はですね織田先生の方にもお声はかけてあります。ちょっとお時間の都合でまだこのヒアリングの似合いませんでしたのでお時間が都合があればまたお声掛けをする予定でおります。それから織田先生はですね実際には長崎大学の所属なんですけれどもほとんど1ヶ月のうち3週間は川内村にいて1週間だけ長崎に戻るというようなどちらがホームだかわからないような生活をしていらっしゃいます。で逆に言うとそれだからこそ住民とのコミュニケーションがよくできているというふうに考えてはおりますので先生方のおっしゃったご意見というのは全て同じようなご意見で、住民の方に沿った形にはなっているとは思います。でいろんな形で今日は議題もいただいたしまた次回につなげていこうと思うんですけれども少なくともここに書いてあります人に寄り添ってというのはですね寄り添うというのはその文章に書けば寄り添うという一言ですけれども政策そのものは何かを書いてこういうようなマニュアルでやってくださいとかこういうような方式がありますからその中から選んでくださいとかいったようなものでは決してないと思います。寄り添うっていうのはその人たちその人たちのニーズに合わせてそしてそれについて何かこういうふうにしたらいいでしょうかということを提示すると同時にその提示をしたことに対してまた少しほころびがあったり背丈が足りなかったりした時にもそれに対しても少しずつ応じなければいけないそれが寄り添うということだと思います。私自身は健康管理のところからずっとこのチームとかいろんなことに
一応、提言を作ったりというところで参画してますけれども、やはり一方的に何かを押し付けてしまっていて、その後のケアというものが足りないのは事実です。ですから、その事実がちょうどここにいらっしゃる検討チームの先生方のご意見となって、やっぱりそれぞれのところの避難を考え、期間を考えていらっしゃる方々、あるいはそれをどうしようかとまだ迷っていらっしゃる方々、あるいはそれ以外にでも放射線に対して不安を感じていらっしゃる方々、生活設計について不安を感じていらっしゃる方々の意見を聞いて、それに合った政策になっているかっていうことは、やはりこの検討チームの中でもですね、うまくいってるっていうところをご紹介するのもそうですし、まだまだ問題が残っているといったようなことをご紹介するのも一つです。ですから、やはり今後もヒアリング等を重ねてですね、いろいろな先生のご都合もありますので、現地に行くといったようなことに対してはまた時間的なことで調整させていただきますが、次回はもう少し、次回いつになるかまだちょっと決めてないんですけれども、ヒアリングも含めて、それぞれの住民の方々、今こういう状態になってらっしゃる方々のご意見をできるだけ抽出してこの会で披露できるような形に持っていきたいというふうに思っています。で、時間もももうすでにちょっとオーバーしてるんですけれども、次の会に向けて今回こういうことだけは言っておきたいというふうなことがありましたらどうぞ。はい、今回言っておきたいっていうか、今帰還に向けた宿泊の話を聞いていて思ったんですけど、帰還をするっていうのとしないっていう選択肢は決めていいよって話がありました。ですから、その試しにでやっぱり嫌だなって話があるんだと思いますけど、例えば1ミリシーベルトということに少し例えば肯定するとすればですね、週末は帰ってもいいけど平日は嫌だよ、あるいは反対もありかなと、でもそのぐらいの3日間なら1ミリ超えないよみたいな話がきっとあってね、ところが国とすればどっちかにしてくれと、両方に支援はできないよと、このなんとか住宅が2年で出てけよみたいな話が、あると、そういう選択肢が立たれてしまうと、その最初の足入れも踏みとどまっちゃう。つまり一回試してみるとどっちかを選ばなきゃいけないんじゃないかというようなことになると、エントリーをすることさえやはりなんですかね、ヘジテートするような可能性も僕はあるんじゃないかなと思うので、多分そういうところの本当に細やかなね、視点というのは私は重要だと思うのが一点です。それからもう一つは、前回前々回かにも話したかもしれませんが、昔の保健所が果たしてきた役割、つまり結核華やかりし頃に結核に対する知識がなくて、放射線技師さんがいて、栄養改善のために栄養士さんがいてというようなことでやった、あの時代の保健所のようなものがまさにこの地域にその相談窓口として必要で、あるいはキノコを取ってきたんだけどこれ食えんのかなって話も、これ大仏ですよね、当時の当時のその大仏サービスと対人サービスを一箇所に集めてヘルスサービスをするという日本のヘルスセンターの考え方、保健所の考え方って非常にあの時代の日本のその保健環境において非常に重要だった。ですからこの時代のこの場所のその保健環境って言いますか、そういう環境に即した対人対応サービスを一括してできるようなセンターが細やかな単位にあることが一つと、前回も言ったかもしれませんが、それを全体をやはりきちんといろんな意味でバックアップをするセンター的なものが あるというようなことを少しイメージ私はしてるんですね。ですから何もそれをそのすぐにここで具体化しろっていうのではなくて、今やられているような仕事のそのエレメントっていうかアスペクトを出してもらって、でそれがどういうふうに組み合わせられることがいいのか、でそのためにはどんな要素やどんな人たちやどんな場所やどんな立地がどんなふうにすることがいいのかって、この3番にたまたまこう占領系の貸し出しみたいなのが最初に書いてあるので、なんとなくピンとこないけれども、きっとこれは占領系の貸し出しっていうのは一つの項目でしかないんだろうと思うんですね。ですからそれはまさに今田村や川内でやっているようなことを踏まえたらですね、もう少し具体的な姿が見えてきて、そしてから先ほど言ったようにいろんな選択肢があるよということも理解してもらいながら、その帰還をするしない、あるいは一部するというのことも含めて細やかに対応するんだというようなメッセージを僕らの中でも育まなきゃいけないと思いますし、そういう議論をしたいと私は思っています。2点ございます。
言ってみれば比較的格論なんですけども、支援チームからのご説明の中でちょっと一点気になったところがありまして、その除染を一体どのレベルまでするのかという議論があったと思います。今日は詳しくその議論するつもりはないんですけれども、初回2回目ですね、占領水準の資料をご用意いただいて、そこの中でその空間占領と個人占領の関係ですとか、その話いたしました。でぜひですね、次回までに関係省庁、特に環境省関わりは深いかと思いますけれども、その国として公式に どういうふうに下げる、 どの占領の考え方でもってどういうふうに下げるということを地元に対してお約束をしてこられたのかですね。でそういったところがやはりその信頼関係と非常に重要ではないかなと思いますので、当初はその空間占領ベースでその年間1ミリに相当する 0.23 マイクロまでっていう考え方であってんだと思います。でこれかなりその安全側に保守的に見た数字としてそれでいいと思うんですけど、一方で前回ですね、実際の個人被爆占領はそれより低いという数字もお示しいただいている。ですからそういったところをですね、その空間占領で1ミリまで下げると言ってたのに約束が違うじゃないかっていうことになってしまうところは非常に不幸なことでですね、でそういったところの中でいかにその住民の方々とですね、客観的にそういう数字をもとに合意をしていけるのかっていうところは丁寧にやっていただきたいなと思います。そうしませんとですね、個人占領を図って被爆の低減措置をその講じるということがなかなか生きてこないんですよね。 できればそういうことの中で一人一人測れなくても代表的な方を測ってどういうところで その被爆占領が高いかということを把握するだけでも除染をより効果的に進めていくというようなことにつながると思いますので、そういった部分についてはぜひ少し次回取り上げていただければなと思います。で2点目はですね、次回と言いながら必ずしもその次回とは限らないんですが、先ほどの確認なんですが、何度も出しますが、前回用意させていただいた資料の中で別の検討の場クエスチョンというと、これ丹羽先生からも先ほど言及いただいたんですけども、もしその別の検討の場でなくてここで議論をさせていただくのであれば、私次回と申し上げましたが、それはもっと後で結構ですね、そっちを先にやらせていただきたい。でもしここでやらせていただけないのなら、どこでその100の議論をされるのかということはですね、やはりここの責任としては、こう言い出した以上はですね、中途半端に放り出すわけにいかないと思いますので、そこはやっぱり決めていただきたいなと。でここで細かいことをやった後でやりますというのはやっぱり順番が違うんじゃないかなというのは、これ丹羽先生もおっしゃったところかと思いますので、そこのところは非常に大きな宿題になるかもしれませんが、そこをぜひお願いしたいと思います。私は星先生 のご発言に非常に具体性があるのでありがたいなと思ってるんですけど、結局具体的に大枠で何をしたいかっていう時に、星先生が持ち出されたのは非常に明確に実際変える変えらないというチョイスの両方を睨んだやつですね。で実際問題として決められないって方が結構多いというのが第1回目にデータ出てきましたよね。どっちともつかんと、変えらないって方と変えるって方という中間が結構でかかった。でその方々は今無理やり帰れなんて言ってしまうと壊れてしまうわけじゃないですか。だから妙にその壊してしまってもそれはよろしくないし、でそうすると何が必要になるか言ったら、その今のような星先生のようなセンター的なものは個人個人に対してその帰らないことも目配り気配りするよと、変えることも目配り気配りするよというものでないと多分機能しないだろうと。それで片っぽあれそれはもうよそでやってもらうんだよという話になってしまうと、いつどこでなんだよとかいう話になってきますし、それよりはね、やはり一つのセンターでやった方がいいと思うのは、必ず遠くでお住まいになっても、例えば5年10年経ったら、いややっぱり国境の方が良かったよねって方は必ずおられますし、あるいは住んでてもやっぱり外に出た方がいいよねって方もおられるはずです。で 中間の方々にとっては、今急にそのデジタルメイキングをしなくても、そのような中でそのディスカッションする中でやっぱり帰ろうかなとかいうような話になる方がおられると思うんです。でコミュニティにとっては、
コミュニティは個人と違いますから、コミュニティとってはそこに人間がいるってことでコミュニティ成立しますから、コミュニティとっては当然帰っていただきたいと思うのが当然なんですね。で、そういうコミュニティにとってもそこのところで つながりを断ち切るというのは、帰りたくないという方でも、いや俺はどこどこにこういう土地まだ持ってて、そこのところでまだつながりがあるんだという、緩い連携でもいいからつながりを持ってるということは非常に大事な問題だと思うので、その支援センター的なものはその片方だけではなくて両方にらみますよというようなものができれば多分一番よく機能すると私自身は思いますので、ね、ご勘案いただきたいと思います。一つ目、二つございます。一つ目は特にその次回までということではないんですけれども、またこの検討チーム の役名とはちょっと離れることかもしれないんですけれども、この資料1の1の1番で整理していただいたように、またこの検討チームの第1回目からそれぞれの委員が強調しておりますように、そのどういう選択をするのであってもそれぞれがその生活設計を取れるように、国自治体が丁寧な対応をするという、ここのこういうふうに書かれている根拠をですね、特にその経済的支援の点からもう一度資料を整理していただけると皆さん安心するんじゃないかというふうに思います。施策については主ご説明いただいたわけですけれども、実際にその生活したり、職業を選択したり、それから子どもたちが教育を受ける上でどういうその経済支援の枠組みが今あるのか、それについて一度整理していただきたいというのが1点です。それからもう1点は、この検討チームで検討考えなければいけないことに直結していきますけれども、その今避難している方が放射線に関連して不安だと感じている、一つの対象が、福島第一原発そのものの存在だと思います。特にその汚染水その他で、現在でも、問題が報道されていくその現状についても、その都度ですね、簡単に情報をアップデートしていただいたり、今後その長期にわたってどういうその、情報が提供されるのか、その点の見通しについてもお示しいただきたいと思います。それで関連してですけれども、星先生がこれまで何度も強調されていますように、原発の中の作業員の、被爆量、それから健康、健康状況、これは、今避難している方が帰ろうか帰る前かその判断するための、一つの、判断根拠になる、情報だと思います。でその観点からも、十分にですね、その作業員の現状というものを、吸い上げていただきたいと思います。先週日本学術会議で、海外の専門家もお招きしまして国際会議を開きました。その一つのセッションのトピックスが作業員の健康状況です。で産業医科大学の先生、それから国立保健医療科学院の先生に、作業員 その広い意味での健康保護の現状についてご講演いただきました。大変参考になりました。そういう話を実際に聞くということは、これは単なる安心ではなくてですね、事実を踏まえるという意味でも、これは住民の方にとって大変参考になる話だと思います。ただその講演の中でさえも、その作業員 その健康管理のデータベースがですね、厚労省に届け出をすることっていうところで止まってるわけですね。実際にその、集中管理されるべき、健康情報が国民のために、今度はそれフィードバックできる状況になっていないようです。ですのでそこがまだ足りないところだと思うわけですね。で
その後の報道として、その初期の被爆が2割ほどこう過小評価されてたのではないかということもありますので、そういう報道が次々に来るとやはりその住民の不安は増すばかりだと思います。ですので、作業員については作業員の健康自体をこの場で議論するのではないということは理解しておりますけれども、その情報を住民の方の判断根拠としても使えるような形で、フィードバックしていただきたいということはこの検討チームから申し上げられるというふうに思います。私はちょっとこの資料に最後にちょっとコメントさせていただきたいんですが、右資料1の1の右上の放射線に対する健康不安の解消をはじめとした適切な保健活動健康管理、これが放射線による健康リスクの低減に入っているんですが、ここは一部入る部分もあるとは思いますけども、ここはもうちょっと大きな項目かなと思って、そう捉えた方が今後いいんじゃないかと思ってコメントさせていただきました。以上です。ありがとうございました。おそらくですね、いろんな形でまだまだ私どもが持っている情報とかそういう開示の仕方、あるいはこちらの検討チームで出させていただくものがまだまだ不十分だったというふうに思っておりますので、次回あるいはちょっとお許しが得られましたので次回まで間に合わないようなものはですね、また次の機会ぐらいまでに用意をさせていただきたいと思っています。で、これは何とも申し上げますように、確かに原子力規制委員会の検討チームではありますけれども、皆さんが何度もおっしゃったようにこの生活支援というか生活を戻していただく、あるいは新たな生活をしていただくために何をしたらいいかということ、何をお手伝いしたらいいかという視点のもとに立っています。で、原子力規制委員会がどこまで踏み込むかということに関しては、福島の事故は先ほどちょっと丹羽先生がおっしゃいましたように、福島の事故ということに関して言うならば、それをきっかけとして出来上がったものも確かに原子力規制委員会という組織であります。したがってこういった取り組み、この福島の原発事故のことを踏まえて私たちが何を学び何をこれからしていくかっていったことを、特に一つ一つの事象だけでなく、こうして避難をし退避をし長期にわたってこういう生活を強いられた方々のに対して、国はあるいは市町村はあるいはそれぞれの事業者はどういうことをして今後そういうことが起きないようにしていくということを世界的にも発信していくべきその役割だというふうに原子力規制委員会は思っています。ですからこれはその目をつぶるとか他の省庁に渡すとかっていう意味ではなく、この場で当然議論していただいていい内容をですので、各会でももちろん言っていただいて特に問題はありませんし、それを踏まえた上で少し先ほどちょっと各論にも触れていただきましたので、次回もその意味で忌憚のないご意見をいただいて、原子力規制委員会のミッションとしてきちっと後世に伝えていく、あるいは各省庁に伝えていくのが私どもの役割だというふうに思っていますから、その点はどうぞご忌憚のないご意見、すぐにお答えすることができるかどうかは分かりませんけれども、こういうその YouTube とかいろんな公開をされている透明性を保っているというのがこの原子力規制委員会の非常に大きな特徴でもあります。ですからどんどんご意見を言っていただければと思っております。で、先ほど明石先生から伺ったことも踏まえまして、もう一度この資料の1の1を少し大きく書き直させていただいて次回の議論に進めさせていただこうと思っています。
で、すみません、今日もまた時間が延びてしまいました。次回も次回なるべくまた時間を守るようにはしますけれど、次回また今日いただきました宿題に対する回答を用意して、具体的な日程等に関しましてはまたこちらからご連絡をさせていただきます。で、前回ちょっと申し上げましたけども、先ほどそれぞれの住民の方のヒアリングをされたらいいという声を聞きたいというふうなことも今日おっしゃっていただき、またそれ以外にもですね、こういう人の意見も聞いたらいいんではないかというようなことがありましたら、また事務局の方に行っていただければ、手当てをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日、25分遅れになってしまいました。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。